それぞれの宗教が一つのものから出ているという共通性でお互いに批判するのではなくて、共に良き技を行っていこうと。そしてこの結論は、私の結論はこの博士号をもらったらどうなるんだという結論をもう一つお話しすると、このことによってイスラエル人の信仰と、また日本人の信仰が見直されるということなんです。日本というのはしょうもない極東の小さな国ではない、この聖書に約束された予言された国のなんだということなんです。そしてイスラエル人はそれを認めているということなんです。日本人に、特に日本の神道ということに関してイスラエル人は 100% ユダヤ教と一緒だと、まあ、はっきりと言います。その、例えば明治神宮に行ってもそういうんです。明治神宮というのは新しい神宮ですよね。でもここに、そこにイスラエル人が来るとここを選んだ理由が分かるっていうんですよ。ここを聖なる地と定めた理由が分かるっていうんですよ。で、伊勢神宮行ってもあります。で、四国の山の中に天地、白人神社、白人神社というところと、何ですかね、大和奥仁玉神社の目の裏があって、もう一つちょっと今同じ隣接してあるんですけど、その階段が上がった上にね、岩垣というかそういうものがあるんですね、このぐらいの広さしかないんです。そこ行ってシャーハン教授がいた時震えたんですよ。彼は興奮してすごく震えたんですよ。このぐらいの部屋を見て、でそれでどういったかというと、ここには巨大なユダヤ人のコミュニティがあったと思うって震えながら言ったんですよ。本当この人こんなこのぐらいの広さの岩垣を見て震えるのかなと思ったんですけど、今年ちょっとイスラエルに行って Holy of Holy ですね、日本に、まあ、神社で言ったら聖殿の奥というかそういうところですね、そこ行ったらですね、普通4畳半か6畳しかないんですよ。普通ホーリー&ホーリーの広さが、こんな広さがあるっていう、のがね、エルサレムでそんな大きさ6畳ぐらいの広さなのに、そこだったらこのぐらいの広さがあるっていうことは超巨大コミュニティになったとしか考えられないと彼は言いました。ですから彼がそういうふうに興奮して、日本ということはに対してユダヤ人自身がそう思っている、そして同じルーツだと彼らは確信している。つまり聖書には、2600年前に、滅んだそのイスラエルというんですか、分裂した国、そして散らされたものは、の王朝が世界のどこかに存続していて、最後にはその失われた十部族の族長とユダ族が一致して一つになると。それはモーセがイスラエル人を100万人以上導き出した、そんな喜びどころではない、その何倍も大きな喜びが世界中に起こるっていう予言を信じている、そのパートナーが日本の。でその、提唱者は多くいるんですけど、皆さん方がよくご存知の方としたらアインシュタインでしょうね。アインシュタインは日本に来る戦場でノーベル賞の受賞が決まりました。で、日本について言わし、世界を一つにする稀有な貴重な民族があると、それはお金とか軍事力によってではないんだ、世界から尊敬される、国を歴史とした系統がちゃんと続いている国だって、で日本という国を残してくれて神様に私は感謝しますということをちゃんと書いてあるんです、書き残してあります。で日本人の評価、世界的な評価に関して、皆さん方は知らされていない、本当のことを知らない。日本は第二次世界大戦で負けて以来、全て日本の古代のことを否定になりました。否定するようになりました。全て古いものは悪い、全て悪いんだと、神社も、神道も悪い、全部悪いというふうにしてしまいました。文化も全部否定でした。欧米、霊山主義になってしまいました。それは本当に間違ったことだったと私は思います。私たちはそれを取り戻さないといけないと思います。で日本の、皆さん世界で一番古い王朝だと思ったらイギリスだと思っている方がここの中多いと思うんですね。イギリスはですね、900年前 のいわゆるバイキングだった方がノルマンディを占領してノルマン 王になってたのをヘッドハンティングしてイギリスの王になりました。ですからバイキングの王だったのが900年ですから、
今その900年の王からしても1100年しか歴史はありません。ところが日本は、日本の天皇制というのは本当に、まあ、紀元2670年、つまりそれはぴったりと、北アッシリア軍によって北イスラエルが滅ぼされた2670との間にちょうど当たるんです。ですから、そのことを今からちょっと、時間も少なくなったんで5分で、10分でまとめて証拠者明けを話したいと思います。